8月22日の彼女。おー、けいちゃんです。はいちゃんです。けいちゃん、はいちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。私たち本当のカップルで漫才やってます。今日も漫才頑張っていこう。ねえねえ、アブさんっていうお酒知ってる？アブさん、緑色のお酒なんだけど、綺麗で美味しくて度数がとっても高いから、昔のヨーロッパの芸術家の人がたくさんアブさんの虜になったんだって。それでアブさんの幻覚を見ながら緑色の絵を描いたりしたらしいよ。そんなのあるんだ。だから私もアブさんを飲んで緑色の絵を描きたい。え、アイちゃんにそんなことできるかな。ちょっとやってみるね。 あ、そんな濃いお酒飲んで大丈夫？あー、アブさんの幻覚だ。あ、見えてる。意外とお酒強いんですよ。できた。あ、何できたの？ケロケロケロッピー。いや、ケロケロケロッピーって二人で LINE するときによく使うスタッフじゃない？よく使うスタッフ。僕もそれ知らなかったけど、なんかあいつ使うから、もう使うようになってみたらやつじゃないから舞台上で潰したごめんなさい、ちょっと時間が。
の。え、ずっと漫才やってくれるんじゃないの。次の予約があって。あ、素晴らしかったないですね。次は内役姉妹で出るの。絶対風穴でカップでまたするじゃん。